バリス・ドバ・リョーナスは、リトアニアの作曲家、ピアニスト、指揮者、教育者。作曲家としては、主に第二次世界大戦後に活躍している。作風はロマン派音楽に基づいているが、部分的に民謡も用いている。リエパーや出身、オルガン奏者の家系に生まれ、幼児から音楽教育を受けた。商業高校を卒業した後、オルガニスト、 リエパー屋のリトアニア青年合唱団の指揮者となった。1920年にライプツヒに留学し、ピアノを学んだ。1924年に音楽院を卒業した後、カウナスに戻り、最初のリサイタルを開いた。さらにベルリンに行き、著名なピアニスト、エゴン・ペトリに指示した。教育者としても活動し、はじめはカウナス音楽院でピアノを教え、 1947年からはビリニス音楽学校の教授となった。1930年代は指揮活動も行い、ザルツブルクの講座に参加した。1935年から1938年にかけてカウナス放送交響楽団の指揮者を務め、1939年にビリニス士官弦楽団を設立し、 1940年から1941年と1958年から1961年にかけてリトアニアフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者を務めた。作品にはオペラ、バレエ、映画音楽、劇場音楽があり、リトアニアソビエト社会主義共和国の国家も作曲している。ありがとうございます。